あ、子供の声がうるさい公園廃止どう思いますか？いや、もうあんなもん、誰だよ。子供の声がうるさいって苦情を出したやつ。そいつと話したいわ。さぞかし静かな子供だったんでしょうね、あなたは。で、そんな少数の声に屈しちゃダメなのよ。声を上げていいんだけど、子供の声がうるさいって市に言っていい。もう、そんなやつは褒めたって言うんだから、バカだから。だけど、その声がずっと来るからって言って屈しちゃダメなんだよ。だから僕はずっとツイッターでつぶやこうと思って、これ、いつも保存しててつぶやいてない言葉があるんですけど、少数のクレーマーに屈する国、日本って書いてるんですけど、本当でもそうだと思います。もう少数のクレーム、別にクレームがあることは悪いことじゃないんですけど、どんどんクレーム言えばいいと思うんだけど、それ少数でしょって、少数の言ってることに屈しすぎじゃない？スポンサーさんも。何もかも。だから俺は少数のクレームなんてどんどん戦ってやろうと思ってるんですよ。で、戦うっていうのは、ちゃんと話し合うっていうことです。同じような次元で、悪口言うってことじゃなくて、何がダメなんですか？これ、でも、あなたは嫌かもしれないけど、大勢の人がこれでいいと思ってるので、このまま行きますね。あなただけしか言ってないんで、これは。でも、あなたが不快に思ってるとか、嫌だという気持ちは受け止めました。だからといって、こちらは変えません。これでいいんです。受け止めるだけでいいんですよ。そう、少数の意見も大切だから。だからといって変えられないでしょ。公園が使えなくなるんだから。子供がうるさいとか、近所で主婦の人が喋ってて、子供を面倒見ずに奥さん同士だけで喋っててうるさいとか。誰なの、それ。公園ってそもそもそういう場所じゃない。公園のそばに家を借りたあなたが悪いし、公園のそばに家を建てたあなたが悪いんですよ。で、後から公園ができたんだとしたら腹くくれよ。公園できちゃったんだから。これが私の言いたいことです。いや、怖いでしょ、公園が日中誰もいなくてさ、ただ遊具があって、誰もそこに近寄らない。一っ子一人近寄らない公園。いや、もうクレームに屈したやつももうマジでインタビューしたいわ。クレーム出した人にもインタビューしたいけど、大学教授が言ってたんだ。え、あれって大学教授が言ってんの？どこの？ああ、その一人一人のクレームの中に教授がいるんだ。国立大の名誉教授。信州大学？え？俺今信州大学の教授と遺書の研究を進めてるんですけどね。信州大学っていうところまでもうバレてんだ。聞いてみよう。俺の知ってる教授だったら嫌だな。たった一人のクレームで公園がなくなるってことか。バカだな。行政がバカだよ。今度、公園なくすなってものすごいクレーム出してやればいいんだよ。もうクレームに屈しちゃうんだから。そう、だからダメなのよ。クレームに屈するからクレームを出すのよ。ちゃんとクレームに屈するっていう形じゃなくて、ちゃんと本当にこれは必要なのか必要じゃないのかっていう話し合いを設けて決定していかないから、話し合いにで、決定するんだったら、こんなバカな決定しないでしょ。なんかちょっと子供がうるさいって一人言ってるんで、で、この人って何年も何年も言ってるんで、これさすがに聞かないと、これを公園なくすでいいですか？いいなーしてなってんだったら、もうその議会というか、その話し合いに出たやつみんなバカだと思うんだよ。まず子供がうるさいって俺感じたことないな。騒がしいなと思うよ。騒いでんなーっていう。わちゃわちゃしてんなーって。だけど、そういうもんじゃない。自分もそうだったし。厚さんはクレーマーにどう対処しますか？もう意見は聞きますね。あ、そうなんですね。そんな思いされたんですね。だけど、公園をこう楽しみに使いたい。で、公園じゃないと大声で喋れない。大声出せないっていう親御さんたちもいらっしゃるので、昔から僕もあなたも子供の頃は大声を出して、騒いでたので、未来の投資だと思って我慢してくださいって言います。それか、ご自身でうるさいのであれば、防音のシステムを自分で作ってください。ダメよ、少数のクレームに屈しちゃうような国になったら。テロリストに屈するのと一緒だと思うよ、これ。そうじゃない？もう公園で遊んでてうるさいって言われて、公園なくされた子供たちの未来が心配だわ。ママ、なんであそこで遊んじゃダメなの？あそこで公園、あの公園で大声出したら怒られるからよ、と。思いっきり遊ばせてやりたいけどね、その公園で偉い人に言われたから屈したのかな。だとしたら闇を感じる。そうだね。国立大学の名誉教授に言われたから屈したんだとしたら、国立大学の名誉教授の人がコメント出してくれたらいいのにね。
逆に聞きたいよ。今どう思ってるのか。そんなつもりで言ったわけじゃないけどね。まさか公演がなくなると思って言ったわけじゃないけどね。僕のうるさいっていう気持ちを受け止めるところがなかったので、それで言ってただけで。何もなくせっていうことでは、ないですけど、まあ、行政の判断がそうなったのであれば、それは受け入れます、みたいなことか。あ、インタビュー出てたんだ。チャンネル登録よろしくお願いします。